おみまめ、や津神は、日本神話の神。古事記において、スサのオの命の四世孫とされ、日本初期には登場しない。俗字家神社の書物、俗字家大名神元とには、イワタルとやつと記述されている。十七世イガミの一柱である国津神。名称や母親の系譜から水にまつわる神と、考えられる。おは大、大と、水は、水。 やつは、主で、名義は、偉大な水の主とされる。出雲国風土器に国引きを行った、八つか水を水の命の別名として、い水の命、い水の命とあることから、この二神は、同一神と考えられる。長浜神社においては、八つか水を水の命と、おみまめ、八つ神を別神として扱っており、それぞれ国引きの神、妙見の神として祀っている。期待、と神社では、 スサノオの命のお子神とされ、弟の昭北東家とめひふる命とともに、開拓神として祀られている。天神に死ねい発生孫に、カのノ国像の祖神として、いびつやつ彦命が見える。出雲国風土器王軍の城に記載されている、国引き神話の主人公で、風土器の中で、スサノオ縁ン命や大穴持ち命との系譜に関する、記述はない。ただし、 赤ぶすまいのをほすみひふるすけは毛のおというおこかみがいるとされる。やつかみずお水の命は、やくもたつ出雲の国は、狭い布のような国であることよ。最初に国を小さく作ってしまった。それゆえ、作って縫いつけよう。と言った。そして白木、高たなど、各地の岬を切り取って、つなで引き、つなぎ合わせて、出雲国を大きくしたとされる。また、 島根の地名由来秋月宮の起源としても登場する。津佐能の命から大国出身までの経図。青は大神、赤は女神神園の水よる霊家神が天の都度平地泥神をめとって生んだ神で、布戸豆戸神の娘布見門耳神をめとって雨の冬木の神を生んでいる。出雲国風土器には赤ぶすまい能をほすみひふるすけはけのう命というおこかみがいるとされる。 長浜神社では八つか水を水の命と、布見かどみみがみのことされている。注釈出典。ありがとうございます。